おはようございます。今日は宮古シティに新しいとんかつ屋さんがオープンするので一番乗り狙ってます。一番乗りシリーズは俺の宮崎、黒川春樹の提供です。あった、これだこれだ、着きました。こちらが今日オープンのとんかつ峰宮古シティ店です。すぐ横には宮古シティバスターミナルがあって、福岡行きや熊本行きなど長距離バスが出発していきました。とんかつ峰さんはこの宮古シティ内の店内にも入り口があります。どっちに並ぶか迷いましたが、とりあえずこの道路側の入り口に並びましょう。ありがとうございます。これ終わったらここに直せてもらえたら。どうも。ありがとうございます。今お店の方から入り口は店内側になりますと言われました。早速店内側に行ってみましょう。今オープン15分前です。大丈夫かな。おっと、お店の前にお客さんらしき人が一人います。やばいよやばいよやばいよ、タモさん。なんと早川、入り口を間違えて2番目になってしまいました。しかしオープン5分前になって1番目のお客さんが向かいにある店舗に入っていきました。あれ、早川また1番目になったのかな。さあ、まもなくオープン、4人待ちです。大丈夫なんですか、はい、大丈夫ですか、入って。あ、はいはい、一人です、はい、あ、どうも。やりました、逆転一番乗りです。あ、はい、大丈夫です。昔とんかつ楽井という名前でしたが、今はとんかつ峰に名前が変わっています。ランチメニューです。この熟成とんかつランチにしましょう。ランチはご飯、味噌汁、お漬物、キャベツ、おかわり自由です。自由だー、乾ひろしです。もう、はい、ありがとう、わかりました。はい、わかりました、ありがとうございます。どうも。来ました、熟成とんかつランチ。センターを飾るのはとんかつ、その上はキャベツ、ご飯、味噌汁、お漬物、ごま、からし、割り箸。まずはごまソースでいただきましょう。わー、とんかつが分厚い。ではいただきます。うーわ、おいしい、おいしんご。衣はサクサク、お肉は柔らかくてとてもジューシー、略してサクヤワジュー。僕はとんかつを塩をかけて食べるのが大好きなんで、塩かけましょう。かけちゃうぞ、ピッ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 、松本伊代です。あ、これ塩のが美味しいわ。これめちゃくちゃ美味しい。もうご飯にも塩かけちゃいましょう。美味しくてご飯も進むくん、味噌汁も進むくん、キャベツも宮を進むくん。はい、ということでご飯、味噌汁、キャベツをおかわりしました。あ、ありがとうございます。どうも、大丈夫です、はい。
あ、大丈夫で、ありがとうございます。はい、すいません、どうもありがとうございます。おかわりは無料、ダーターです、ダーター。では、昔流行った懐かしい替え歌を。もりとんかつ、泉にんにく、かこんにゃく、まれ天丼。